こんにちは。主食はお米です。昨日のハーフアニバサーリーガチャが今一つでしたが、今日は気合を入れて取り返していきたいと思います。無料ガチャなので、ストレスなく回せますが、やはり強いカードが欲しいですしねー。それでは、3日目、回していきます。いきなり、ピキーンはないやろわら。はいはい、次、行きますわら。ふざけんなし。なんとか引っかかりましたねー。それもニューカードのヘルです。盾破壊もあるので割と使えますねー。次回します。していたのは、お前だ。まずまずですかねー。タウルス艦長&戦団司令室が出ました。しかし、デバフカードばっかり出ますねー。ニューなので、贅沢は言えませんがわら。次を回します。いいですねー。はやぶさ剣士、ファルコが出ました。このカードの覚醒を密かに楽しみにしてますわら。サブ最後のガチャです。上がり調子かー。うっ、いやー、なんかよく知らないカードが出ましたが、見なかったことにしましょう。レブイアタンはいつ見ても可愛いですねー。覚醒もできるようになって、強くもなったし、言うことなしです。次は、メイン赤になります。メインも、ピキーンからですかわら。ですよねー。次回します。ふざけんなー。ガックし、次行きます。
やっと来たー。いやー、一応ニューカードですが、微妙すぎ。枕返しです。石回収で、多分使わんかなー。次回します。本当、お願いします。いやー、持ってるカードばっかりで、使えないわけではないのですが、かなり慣れてきますねー。もう少し、なんとかしてほしい。ノエルは、覚醒して強くなりましたが、最近使ってないですねー。メイン最後のガチャになります。終わった。もう、下り調子でどうにも、ならないですねー。中盤ぐらいから、上がってくれればいいのですが、期待を込めて、明日も頑張ります。ご視聴、ありがとうございました。